10月29日、サントス隣の駐車場で東証連産業祭りが行われました。東証連ハロウィン受付。男性のインスタも歓迎です。はい、はい、これあのアニメに出てるやつですよね。そうです。のいちご飴屋さんに、駅前のうちなんですけどに、の実際のお店は駅前にあるんですよね。はい、あります。東金道口に、ね、はい、あの動かないアニメなかなかナイスなアイデアですよね。やっぱり声優さんのファンっていうのは聖地巡礼で最初は来ていただきました。検索すると、はい、俺の写真がいっぱい出てくる。あ、はい、結構ね、これでも有名なんだよ。失礼しました。はい、いいんですか、もらっちゃっていいんですか。はい、はい、あの東金の道の駅みのりの里東金と申します。スターバックスも隣にできたんで、ね、かなり人気度が増しました。ちょっと東金の人たちちょっとざわめきが立ってましたよ。これ長野からリンゴが届くんですか。届きます。これは昨日ね、わざわざ直接持ってきてくれた。これお店でも、あのみのりの里さんでもこれが出てるんですね。出てます。ですから生き残るよ。あ、キノコ。お正月用品、じゃあちょっと季節柄、この辺で幅乗りとかお雑煮セットとか、この辺がお正月に欠かせない商品なんですね。毎年なんかあの取れなくなってきてるし、取る方も高齢化で取る人もいなくなってるし、これ畳の素材で作ってるんですか。畳のヘリで。ヘリで。すごい。手作り。軽くて意外と。よかったら、これはお店はなんて名前なんですか。中野さんっていう、ま、ミニチュアフード、はい、ミニチュアフードを作ってます。あ、食べ物のミニチュアって感じ。あ、そうです、そうです。アクセサリーみたいな感じ。そうです。でイベントではこういうマグネット作りを子どもたちに参加してもらうような感じ。あ、じゃあここでなんか体験かなんかができる。そうです、このマグネット。あ、じゃあこれはその椅子なんだ。はい。ああ、なるほど。乾き具合がとても。そうなんです。あの電気は時間もかかって、乾き具合もやっぱり時間がかかる分ぐるぐる回すので。そうですよね。あのこれだとあの断然早いし、ふんわり感が違う。はい。やっさくんドーナツを売ってます。あ、今日限りの特別注文です。なるほど。モデルが普段はどんな仕事されてるんですか。私はあの児童や障害者の方の施設をやっております。はい、そうですか。僕の名前はミックナイズっていう、空洞沿いの滝金電機っていうところで。お店はなんて名前のお店ですか。カフェクイックの東金の市役所の前に。カフェクイック、はい。あ、お昼過ぎからは中央ステージでキッズダンスコンテストが行われていました。
サントスではスタンプラリーのスタンプを押す子どもたちが静かに列を作っていました。いつもは静かな東金弓道沿いですが、今日は賑わっていました。